はい、どうも皆さんこんにちは、ぬちです。ということで、前回の続きですね、面白いアニメランキング後編やっていきましょう。まだ前編を見てないという方はぜひぜひ先に前編を見てから、後編ぜひぜひ見てください。ということで、今回は第1位から第15位までを発表していこうと思います。ではもう早速いっちゃいましょう。第15位はやはり俺の青春ラブコメは間違っている、ということで、こちら恋愛アニメですね。これはですね、また変わったような感じのアニメでね、こう一人でいることが好きという二人がお互いに惹かれ合っていくという、まさに本当に青春を描いたような感じのアニメなのではないかなと思います。こう喧嘩だったりとかうまくいかなかったり、そういうシーンもあるのでね、非常になんか青春っぽさがありましたね。ただただの青春ではなくて、やっぱり間違ってるよねっていうのが最後にタイトル回収できていて、本当に面白かったですね。ぜひぜひこちら見てほしいなと思います。ということで次行きましょう。第14位は鈴宮春日の憂鬱、ということで来ましたね。こちらもうアニメ界の伝説というか、もうアニメのブームっていうのを誕生させた、そんな作品です。ということで、こちらの作品はですね、非常にこう説明するのはね難しいんですけども、まあこう面白いっていうよりかはどっちかっていうと、こう毎話毎話ワクワクして見れる、こう鈴宮春日っていうのが非常にこう暴走していくっていうのがすごい面白かったですね。いろいろもうはちゃめちゃな展開がたくさんあって、なんか本当に日々の生活に憂鬱している方はぜひぜひこちらの作品をね、見てほしいかななんて思いますね。元気もらいました。そしてね、鈴宮春日の憂鬱の後に鈴宮春日の消失っていう映画があるんですけども、ぜひぜひ、そちらまでご覧いただけたらなと思います。もう本当にね、鈴宮春日の消失はね、伏線回収というか、あ、なるほどねと、もう話の作り込まれ方はもう今のアニメだったりとか小説だったりとかにも負けない内容でしたね。もうそこが見ていて、あ、うまいなーって思ったし、面白いなーって思いましたね。本当鈴宮春日の消失はものすごく良かったですね。ということで、こちらの作品ものすごく僕が大好きな作品なので、ぜひぜひ皆さんご覧いただけたらなと思います。ということで次行きましょう。第13位はバイオレットエヴァーガーデン、ということで、あ、さっきからね、京都アニメーションが続いて2作品来ておりますけども、やっぱり京アニはすごいね。本当にね、この作品は完成度がものすごく高いわ。もう本当に第1話から映画が始まったのかと思ったわ。それぐらい本当に作り込まれていて、で、この作品の素晴らしいところっていうのは、毎話毎話本当に泣けるような、自然と涙が出てしまうような作品なんですよ。もう僕は本当に毎話毎話これ泣けるかなーなんて思いますね。そしてやっぱりもう純粋に綺麗だなと感じる、そんな作品でしたね。もう心に染みてくるいい作品っていうのはこういう作品なんだなと、本当にいい作品なんだなと、そう心から感じられる作品でした。ものすごく僕大好きですね。こちらもぜひぜひ見てほしいかなと思いますね。ということで次行きましょう。第12位は4月は君の嘘、いやーもうこれはですね、思い出しただけでね、本当に涙が出てしまうような、そんなアニメです。このアニメはですね、本当に記憶を消して見たいアニメランキングっていうのは本当に1位ですね。それぐらいネタバレを食らってしまったらもうダメなような作品なんですけど、やっぱ最終回がものすごく大好きで、もう僕は本当に最終回のシーンを思い出すだけでも泣けちゃいますね。まあこちら主に音楽ピアノの話なんですけども、まあ、最初どんな感じなんだろうなーって思ってて見てたら、途中からどん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 、引き込まれていく、そんなアニメでした。もう完成度はものすごく高いし、まあ僕が今まで見たアニメの中ではもう一番泣けるぐらいのアニメなんじゃないかななんて思ってますね。まああの花もめちゃくちゃ泣けましたけども、こっちの方が泣きましたね。ということで次行きましょう。第11位は呪術廻戦、ということでついに来ました、人気アニメ。まあこちらはですね、まあ日々ランキングはちょっと上がりつつあるんですけども、現段階のアニメの評価としては総合第11位という風になりました。こちらの作品はですね、やっぱりね、他の作品と違うところは毎週毎週こう本当に楽しみにできるっていうところがやっぱ違うのかなと。そしてもう戦闘シーンとか作画に関してはもう映画じゃんっていう、もう本当に文句ないような作画だし、
し、キャラクターの個性っていうのが非常にこう強い作品なのかなと思ってます。そしてやっぱりすごいなって思ったのは、こう輪が進んでいくごとにどん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 面白くなっていく、見てる人を飽きさせないっていうのが、本当に素晴らしいなと思いましたね。まあ雰囲気としては若干こう鬼滅に似てるのかななんて思いましたけど、まあでも呪術廻戦はまたこう違ったような感じのテイストで面白かったです。そしてね、呪術廻戦といえば原作僕全部読んでいるんですけども、渋谷事変という一つの編があるんですけども、そこがですねものすごく面白いと思うんですよ。これもうアニメ化したら化けるなと、アニメ化したらもうブーム起こっちゃうでしょうねと思ってますね。まああと呪術廻戦はもうこんだけ人気が現在ある作品なので、もうすぐにアニメ2期も決まると思ってます。なのでね、非常に楽しみです。まあ、ワンチャン映画化なんてあるんじゃないでしょうか。まあその辺はね、今後の展開に期待したいところです。ということで呪術廻戦第11位でしたが、今後の期待度はものすごく高い作品です。はい、ということで次行きましょう。第10位はドクターストーン。ということで、ドクターストーンはですね、なんていうの？本当に完成度高いというか、まあ主に科学のお話なんですけども、まあやっぱなんか人類が積み上げてきた科学っていうのがすごく面白く表現されているなと。そしてやっぱその科学の大切さみたいなところ、そして物語の本当に面白さっていうのが、ものすごく俺は輝いているなと思いますね。毎回毎回もうどんな展開で進んでいくかっていうのを本当に予想できない作品となっております。毎回本当期待を超えてくる、期待を裏切らない作品ですね。作画もめちゃくちゃいいし、キャラクター個性っていうのも非常に強いし、もう見てて本当に飽きない作品ですね。ドクターストーンはマジで面白いですね。ということで皆さんぜひぜひドクターストーン、てかなんでドクターストーンこんなにね知名度低いのかなって思いますね。もっと本当にブーム起きてもおかしくないぐらい本当に面白い作品なんですよ。個人的にはもうやっぱりでも呪術廻戦より面白いと思ってるから、もう面白さで言うとやっぱドクターストーンは飛び抜けてるよねって感じですね本当に。ということでぜひぜひ見てほしいかななんて思いますね。ということで、次行きましょう。第9位はジョジョの奇妙な冒険。ということで、こちらの作品はですね、もう第1話からもうびっくりするぐらい面白いです。もうね、キャラ感がめちゃくちゃ強いし、戦闘シーンとかもものすごく面白いし、やっぱ人間のなんか邪悪さみたいな部分をものすごくうまく表現できてるなと。もう本当になんか、体感時間も短かったし、見ててマジで飽きない。で、どんどん面白くなっていくっていうのがマジで、本当この作品のいいところだなと思っていて、別に作画とかそういうところがすごいとかじゃなくて、本当にもう内容がめちゃくちゃ面白いっていう。で、あとアニメーションの表現っていうのも非常にうまいかななんて思いますね。いやもう原作の荒木先生は神ですね。いやほんとこれはね、見てね、もうほんと損ないと思います。ということで次行きましょう。第8位は日暮らしの泣く頃に。ということで、こちらの作品はまあ結構古い作品なんですけども、やっぱ去年見たんですけど、初めはただのなんだこの黒いやつやべえな、これなんで面白いのって思ってたんですよ。だけどこう見進めていくうちにだんだんと何かが分かってきて、でこう予想を超えるような話の展開というか、最後まで見ていくと本当にスカッとしていくようなアニメで、もう初めに抱いていた印象っていうのは完全に180度変わっていました。そんな作品です。なのでね、第1話とか見ただけではただのなんだこれ黒いアニメだ、怖いアニメだってなるんですけども、まあ見始めるなら本当に最後まで見てほしいアニメかななんて思いますね。まああとはやっぱこの作品はなんかこう日々の刺激がなんか足りないよっていう方には本当おすすめですね。こう恐怖感っていうのが非常にこううまく表現できているアニメなんじゃないかなと思っております。これはもう最後まで見ててびっくりしたね。本当に面白かったね。刺激度も高いしね。ということで、次行きましょう。第7位はトラドラ。ということで来ました。こちらも古い作品なんですけども、まあ、僕が見た恋愛アニメの中ではトップ3に入るマジで面白い作品です。もうほんとこの作品は結構斬新な感じのアニメで、でこう主人公とヒロインの二人が最初はこう別々で好きな人がいて、それを応援するっていう形だったんですけども、徐々にやっぱその主人公とヒロインがお互いに惹かれていくっていうのが非常にやっぱ面白かったですね。そしてヒロインの名前がタイガって言うんですけども、そのタイガの声優が釘宮さんということで、僕がもう本当に大好きな声優でしたね。その声優のことを説明しますと、まあ、銀魂のか
神楽って言えば伝わるんじゃないですかね。非常に声優も良かったし、もう内容っていうのが非常に面白かった。そしてこちらの作品は2回見るとより面白く感じるような、そんな話の深い物語となっております。心情表現っていうのも非常に上手かったですね。こちらの作品ぜひぜひ見てほしいなと思います。ということで、次行きましょう。第6位は銀魂ということで、こちらの作品はね、やっぱりね、レジェンド、伝説、面白い。話数が非常に多い作品なんですけども、やっぱね、本当に面白かったね。こう、毎回毎回 M1 の漫才を見てる、そんな感覚になれますね。で、やっぱなんか銀魂だからこそ許されるパロディとか、そういう他の作品のオマージュ的なところも非常に面白かったですね。で、やっぱキャラ感が非常に強くて、見ててどんどん入り込んでいけるっていうのが本当にこの作品のいいところだなと。思いますね。で、日常会はそんな感じでいつも M1 なんですけど、たまに入ってくるすごい感動会っていうのがあって、そこのこうギャップっていうんですかね、それがもう本当にすごいなと思ってて、普段ふざけてるのに感動できる時はこんなに泣けるんだ、そのギャップに僕はびっくりしちゃって、もう本当にこれすごいなと単純に思っております。銀魂もついに完結したということでね、まあ、僕は映画見に行きました。非常に良かったです。空知先生ありがとうということで、ぜひぜひ銀魂見てみてください。ということで、ついに第5位から1位いっちゃいましょう。第5位は青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないということで、青春豚野郎という作品になります。こちらの作品はですね、恋愛アニメの中ではトップでございます。僕が人生において見た恋愛アニメの中では一番面白かったですね。もう本当1話から3話でもう映画級に素晴らしい作品の内容となっていますし、作画っていうのもものすごくいいし、もうなんて言うんですかね、もう本当にこれは感情移入ね、ものすごくできるアニメですね。で、やっぱ名前の通り青春っていう言葉のそのものだなぁなんて思ってて、いやもう本当に大好きですね。で、こちらの作品映画があるんですけども、ぜひ映画まで見てほしいななんて思いますね。もう映画はね、もう本当に感動しすぎてもうやばかったですね。で、こう映画はね、ぜひ2回見てほしいななんて思いますね。1回目はちょっとね、やっぱね、難しい部分があるんですよ。ただ2回目見ていくとこう理解が急に深まって、こう2回目見た方が僕は面白いななんて思いましたね。2回目の方が面白いって感じましたね。だから本当にもう内容がもうとにかくもう小説ばりに素晴らしいし、こうアニメのなんかこう心の本当に心情表現っていうんですかね、仕草とか全てがうまいなと感じる作品でした。恋愛アニメ大好きな人はぜひこちらの作品見てみてください。いや、神ですねこれは本当に。ということで第4位いきましょう。第4位は君の名はということで、新海誠監督の最も人気の高い作品ですね。いや、こちらはね、本当にね、初めて見た時衝撃を受けました。なんじゃこりゃと、もうその世界に入り込みすぎてやばかったですね。本当にもうなんか映画見終わった後の喪失感っていうのはものすごく高かったし、満足感っていうのもものすごく高かった映画になりますね。で、こうもう本当に自然と涙が出てくるような、そんな素晴らしい作品で、1回目はやっぱこちらの作品も、あ、そういうことだったんだっていうのでちょっと頭が混乱して終わるんですけども、2回目見るとそれが分かっているからこそ面白いっていう話の展開になってるんですよ。だからこう2回目が本番みたいな作品で、もう本当にさっきの作品と同じような感じで、こう2回目の方が面白いって感じる作品ですね。本当に1回目と2回目で見た印象が違いますし、同じ映画だったのみたいな感じなんですよ。それがもうすごいなと思ってて、1回目と2回目で別の映画に感じちゃうんですよ。もう本当にこの作品はマジで伝説だなと思ってますし、もう本当にミツハ大好きになっちゃいましたね。はい。ということで次行きましょう。第3位はゆるキャン。まさかのゆるキャン来ましたね。いや、皆さんびっくりしてるんじゃないでしょうかね。いやね、もうちょっと言わせてくださいよ。この作品さ、何これ面白すぎない？もう初めめちゃくちゃ舐めてたの。なんだこのガキのアニメはと。どうせなんかさ、そういう幼女好きが見るアニメなんでしょみたいなね、そういう偏見を持ってまあ、ちょっと見てみたんですよ。そしたらもう違った、違いました。もうすいませんでした、本当に申し訳ございませんでした。もうワンチャンもう1位になっちゃうぐらい面白かった。なんつーの、もう本当に世界に入り込めるというか、もう別に僕キャンプなんて興味なかったんですよ。全く興味なかったのね。だけどもう見終わった後は、あ、なんかキャンプ行きて、もうそう絶対思ってしまうようなアニメなんですよ。
もうそこがもうびっくりしちゃって、自分がマジでこう裏切られた感、もうどうせこうつまんないんだろうみたいな感じで見たのに、もう見終わった後は180度裏返されていて、もう多分このアニメはね、軽いうつ病ならね治る作品なんじゃないかななんて思ってますね。もう本当にリラックスして見れるアニメだし、もう単純にどん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 世界に入り込んでいっちゃうような感じの、もう素晴らしいアニメだなと思ってます。まあこちらね、ジャンル日常的な感じのアニメなんですけども、僕ね、そのだからこのゆるキャンっていうジャンルがそもそも全然好きじゃない作品だったんですけど、だからそれかもうびっくりしたのよ。日常系、まあ、全然俺好きじゃないんだけど、ゆるキャンは大好きですね。いや、こちらの作品はもっともっと本当に知名度上がってほしいし、もっともっとたくさんの人に見てほしいななんて思う。本当にそういう作品ですね。もう本当にこちらの作品は見て間違いないと思います。で、あとね、ちょっと一つ言わせてください。この作品ってすごいなって思ったのは、エンディングの境目が分かんないんですよ。あれ？もう終わってたの？みたいな、そういう感じで、本当にエンディングの曲名とかさ、覚えてないと分かんないぐらい、もうスーッとエンディングが入ってくるんですよ。その子境目が分かんなくて、最初の3話ぐらいは、あれ？終わってたのか？エンディング全部見てた？みたいな感じで、うん。なんかこう、ゆったりと始まって、ゆったりと終わっていくっていう感じが、ものすごく良かったですね。曲ももう大好きですね。いや、本当に、ゆるキャン見てください。ということで、次行きましょう。第2位は、鬼滅の刃ということで、鬼滅来ました。いや、鬼滅はね、1位予想してる方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。ただね、1位の作品はもう本当に誤差で勝ちましたね。ということで、鬼滅お話ししていきましょう。いや、もうこれはでももう言わなくてもわかるよね。すごいよね、本当にね。普通にもうびっくりするほど面白いよね。こちらの作品のまず素晴らしいところはですね、まあ僕は一番最初鬼滅の刃は民度低いっていうところから知ったんですよ。で、こう、初めはね、ちょっと鬼滅見ようかなってずっとこう迷ってたんですよ。まあだけど、ちょっととりあえずまあ1話見てみるかということで、1話適当にポチッと押してね、見てみたんですよ。そしたらね、案の定もうびっくりしちゃってね、本当に。なんだこの世界観はと。素晴らしすぎるぞと。でも第1話から絶望の展開を持ってきて、もうその先の展開を見られずにはいられませんでしたね。もうそのぐらい吸い込まれていっちゃいましたね。いや、もう作画も、声優も、内容も原作も素晴らしいし、まあ、やっぱキャラ感がものすごくこう強くて、もう本当に感情移入できる作品だなと思っていて、あの日の神神楽の部分はもう本当に涙が溢れました。そして無限列車編も大号泣ということで、ものすごく感情移入できる、本当にこうつまんないと思っていても面白い作品ですね。もう子供から大人まで本当に楽しめる作品なんじゃないかなと思ってますし、これをちょっとつまらないという人が逆に気になるぐらいの作品でしたね。本当僕も最初はつまんないんじゃねえのみたいな感じでこう舐めてこうかかっていったら、もう炭治郎に切られましたね、完全に。はい。でやっぱこの作品の素晴らしいところっていうのは、進んでいくことにどん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 強い敵っていうのが出てきて、見返してみると、あいつじゃあクソ弱かったじゃんみたいな感じっていうのが本当にすごくて、最初はそいつめちゃくちゃ強いと思っていたのが、後で見返すとそいつクソ雑魚じゃんみたいな、そう思えてくるのがものすごくすごいなと思ってるんですよ。こうだからこの先もどんどん進んでいくうちにどんどんこう強い敵が出てくるので、もう本当見てて飽きないというか、最後まで本当見続けたいなと本当に心からそう思うような作品なんですよ。だからもう本当に物語は単純で、まあその伏線というか、そんなあまり深いような作品ではないんですけど、もうものすごく入り込める作品だなと思ってます。そしてものすごく面白い作品だなと、単純かつ面白い、簡潔で分かりやすくて本当に面白い、だからこそ子供も楽しめるっていう、そんな作品ですね。僕は、胡蝶忍推しです。ということで次行きましょう。ということで、ついに行っちゃいますか。第1位はぷいぷいモルカ。第1位は進撃の巨人ということで、面白いアニメランキング第1位に輝いたのは進撃の巨人でした。いや、もう本当に素晴らしい、素晴らしすぎる、この作品はもう本当に素晴らしい。いや、もう第1話を見た時の衝撃は半端なかったですね。第1話からなんでこんなに面白いのっていうぐらい面白かったですし、この作品のやっぱすごいところは、こう見進めていくうちに、こうどん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 謎っていうのが明らかになっていって、作品に対するイメージというか、視点だったりとか見方がどんどん
どんどん変わっていく作品なんですよ。まああんまりネタバレはできないので言いませんが、もう本当に世界観っていうのも素晴らしいし、でやっぱすごいなって思ったのは、もう第1話から伏線バリ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 に張ってるんですよ。もう本当この物語は一回完成させてから伏線張ってんじゃないかなって思うぐらい完成度が高すぎて、高すぎくんです。いや、本当にアニメ見た時は衝撃を感じましたし、もう見進めていく腕が止まらなかったですね。どうしてこの作品が呪術廻戦よりも盛り上がらないのか、僕は不思議でしょうがないです。もう呪術廻戦の10倍は面白いし、もう完成度とかキャラのブレ感とかのなさとかも、もうほんと 100% 完成されてる作品だなと思っております。で、非常に内容も深くて、漫画なのに小説らしさがあるっていう、そこも素晴らしいし、もうほんとアニメの作画っていうのも、伝説ですね。もうほんと戦闘シーンなんか興奮しすぎて鼻血出ちゃうぐらいすごいよっていうアニメですね。もうほんとこの作品は原作の伊佐山先生が本当に素晴らしいなと僕は思っております。そしてアニメのオリジナルさっていうのも非常に素晴らしいし、しっかりとこう雰囲気を作り出せてるっていうのがものすごく素晴らしいです。ただこの作品はこう小さい子供が見るのと高校生以上とか大人が見るのではだいぶ作品の印象が違うし、面白さっていうのも変わってくるんじゃないかな、そういう作品なんじゃないかなと思ってます。僕は進撃の巨人自体を知ったのはもう小学生の時で、小学生の時に進撃の巨人をちょっと見ていたんですけども、その時はもうグロくて、何が面白いんだこの作品は、ただ巨人が攻めてくるだけでちょっと怖いじゃないかと、そう思って話も複雑だったので、まあ、小学生の僕には理解できず見ることをやめてしまったんですね。で、僕が高校生の時にもう一度進撃の巨人やっぱ見てみようと思ってこう再び見てみたんですね。そしたらもうなんだこの作品はと、面白すぎないかと、びっくりして本当に衝撃を受けたんですよね。だからこの作品っていうのはこうどんどんこう大人に成長していって、頭がこう良くなれば良くなるほど面白く感じる、そういう作品なんじゃないかななんて思ってますね。だからこう大人が見た方が楽しめる、そういうような作品なんじゃないかなと思ってます。こう社会経験とかそういうのが多い方がより面白く感じる、本当にまあ現実感にも近いアニメだし、だけど現実感からは離れてるアニメっていう、本当にあらゆる方向から見れる作品だななんて思ってますね。だからやっぱこう総合評価になってしまうと、完全にやっぱ進撃の巨人っていうのが一番なのかなと、まあ、僕個人的にはこの作品を超えるアニメだったり漫画だったりするのは僕は見たことはないです。はい、ということで、本当にね、進撃の巨人見たことないという方はですね、本当に見てほしいです。もうすぐ進撃の巨人は完結してしまうということで、まあ、僕は本当に最終回が楽しみで仕方ないです。ということで、ぜひぜひ、今回紹介した30作品全部見てほしいですね。何見ようか迷ってる方がいらっしゃいましたら、まずは進撃の巨人からぜひぜひご覧ください。ということで、めちゃくちゃ長い間でしたが、ご視聴いただきありがとうございました。ランク外になってしまったアニメでこの作品は面白いよという作品がございましたら、ぜひぜひコメント欄に教えてくれるとありがたいです。僕もね、まだ見れてないアニメとかもたくさんありますので、マニアックな作品でも全然構わないので、ぜひぜひコメント欄によろしくお願いします。ということで、この動画が良かったよと思ってくれた方は高評価、そしてぜひぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。